今何食べたいか言って。せーので言いませんか。いいや。待って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 。私一緒になる自信ある。え私はその予想外のこと言うかもしれないですよ。いや一回やってみよう。えちょっと待って、ちょっとそれを食べるモノマネしてみてください。あ、合わせに来てくれる。いやもう己の己の、うん、今本当に食べたいものにしよう。ちょっと待って。 OK じゃあいきます。せーの、ラン。いやラーメンも食べたいけど今日はなんかお寿司な気持ち。あ、なるほどね。私はラーメンかピザでした。あ、ピザ。そういいっすね。そうピザ屋さんをね見つけて。確かにあった。そう一気にピザの口になった。え珍しくない？まえちゃん、私まえちゃんのさ口から寿司って単語聞いたの初めてかも。いやそれは絶対ない。嘘。お寿司大好き。え、まえちゃんラーメンって言葉しか聞いたことない。ラーメンは食べたいけど、うんうん、今日なんかラーメン丼みたいなの来たから、うん、ああね、うん、え、だからこそよ。だからこそ今日は麺を求める。うん、でも今日のマジで美味しかった。今日の昼ご飯ラーメン丼が来たんですよ。そうね、うん、ラーメンの、うん、ご飯バージョンみたいな、あのチャーシューとメンマと、うん、なんだっけ、紅生姜とネギと海苔が乗ってて、あとなんか豚骨みたいなね、そうなんかタレが、そうソースみたいなのかかってて、うん、めっちゃ美味しかったけんね。ほんまに初めて見たあんな丼、うん、トロトロだった。え、そう、うん、チャーシューがなんか麺じゃなくって米、うんうんうん、マジで美味しかった。うまかった、うまかった。ほんまにラーメン屋さんのラーメンの具材みたいな感じだった。そうそうそう、うん、そう、クッキーもらいました、中村舞ちゃんから。嬉しい。食べましたか？まだ食べてない。食べてください。もったいなくて食べれん。なんか多分あと1日は見て。1日なんだ。そう、しかもすごかった、あの名前入りで。あ、そう、入れた。地方とぬあとちいかわのクッキー、すごい、あれあんな型あるんだね。そうなんです。嬉しい、マジで嬉しい。クッキー、クッキー、クッキー、受ける。あれにはアンピーへの愛情が入ってるらしいけど。そうだったの。アンピーへの愛情が入ってるし、ちほちゃんのクッキー、ちほちゃんの愛情が入ってます。あ、本当に良かった。誰ですかそのコメント。はい、怒られてますよ。おこです。おこ、ありがとう。もとまちさん、ありがとうございます。ありがとう。呼び出します、明日。うん、ありがとうございます。ね、楽しかった。今日はね、恋するフォーチュンクッキーもやったーね。 AKB さんと須田あかりんさんとやらせていただきました。確かにいつぶりだろう、久しぶりにフォーチュン。ワンチャンゴゴリバぶりとか。いや、あのカラーズで。ああ、そっか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 、失礼しました。そうだ、あの曲はどんだけ期間が空いても普通に踊れる、ずっと覚えてるね。ガチすごいよね。しかも振りコピーしてくれてる人率もうめっちゃ高くって、さすがや、世界の恋ちゃん。なんかおにぎりって言ってる人たちも全然いた。めっちゃおにぎりみたいな。ちょちょちょって最初のとこ。うん、見た。
そう、AKB の研究生の皆さんと一緒に、はあ、初めて会ったけど、でもあれ見てたやつ、アウトオブ、なんだっけ、アウトオブ48、アウトオブ、なんかオーディション番組みたいな、そうそうそう、だからおーってなった、おえ、ね、今日さ私ずっとあくびしたよね。で私とまいちゃんずっと寝てたよね、楽屋で。寝てた。もう今日さ、あのオープニングも出てエンディングも出るんですけど、私たち一番最後の出演だったから、え、5時間ぐらい ?4 時間半ぐらい、いやそんなにはないけど、うん、多分3時間半ぐらい、うん、うん、空き時間があって、うん、ね、そうなんですよ、寝ました、いっぱい。一生眠い、わかる、なんでなんやろ、そういう季節や、季節か。ずっと立ってました。そうですよね、来てくださった方はありがとうございます。本当に腰大丈夫ですかね、本当に、うん、ぐーたら過ごしてください。はい、ラブユー。充電器これ早くなるからおすすめ。 I make 嬉しい。スタンディング、スタンディング確かに今年の夏多い気がする。まあ、ツアーも確かにね、うん、福岡名古屋もスタンディングだったし、確かに新潟を、新潟もじゃない、え、新潟もスタンディングか、な気がする、忘れたけど。楽しみ新潟、楽しみ、ね、結構近くないもん、割と近い、に、え、今日18で、うん、24だから6日後か、2週間もない、え、普通にやばいわ。ね、やばい、うん、覚えなきゃ。大阪も確かにすぐ、ほんまじゃね、一気にトントンってくるよね、うん、え、大阪やって、大阪やって、お疲れ様会みたいなやつ？え、そうそう、3連続ある。え、すごい、お疲れ様会、浴衣でカラオケ、うん、楽しみ。何でもいいのかな、ね、一回私たちさ、2人で歌ったよね、なんか覚えてる？呼吸を止めて1秒あなた真剣な目をしたからあれめっちゃ緩かったよね、うん、あれのお客さん入ってる版みたいな感じ。あれお客さん入ってた。え、嘘そうだ、思い出した。あのうさぎのコスプレとか、あのハロウィンで。そうだ、大変失礼いたしました。
でももっと前に確かに無観客のカラオケ大会はあった、うん、あったよね、船であった。あ、わ、失礼しました、こんがらがってました、ごめんなさい。生で見てたよ、覚えてるよ、ありがとう。え、あれだよね、カオスだったの、あのさ、ハム太郎のやつでさ、みんな回ってたやつ。あー、え、男走るよ、うん、リコチ、うん、みんな回ってたよね。回ってた、私裏で見てた。あ、ユニット戦だったから。あ、そうだそうだ、うん、あ、そうだそうだ、懐かしい。ハム太郎は盛り上がるからね、すごい。ハム太郎が盛り上がる曲なの、あの時に知った。はい、せーのって言ってる。本当だ、コメント欄、はい、せーの。あ、俺ものやつか、大好きなの、はい、せーの、ひまわりの種、あれも。おもろい、これ言いたい、楽しそう。そんなコールがあるんですね。え、だって、え、世代ですか、ハム太郎。世代世代。え、バリバリ世代ですよね。え、バリバリ世代。その時そんなコールなかったですよね。確かに。でも知っとったらもっと楽しい幼少期を過ごせたと思う。幼少期から？うん。コールしてテレビに向かって楽しかったと思う。見てたよ、めっちゃ世代でしたよ。ですよね。うん、え、あと何が世代？あれ、お邪魔女ドレミは？は、ちょっと前かも。嘘、私世代なんだけど。え、あれ、じゃあなんでだろう、なんかわかんないけど世代だよ。え、世代なのかな、見てなかったのかも。じゃあ、プリキュアが世代、うん、え、一番世代だっていうプリキュアどれ。渚とほのか。あ、私5人はプリキュアみたいな。あ、その次ぐらいのやつ。うん、そうそう、懐かしい。渚とほのかどっち派？ほのかだったけど、うん、渚もいいって大人になってすごい思う。ウケる。え、ほのかが白だよね。え、そうそうそう。うん、え、なんかさ、白と黒と、うん、もう一個さ、ツインテールのさ、なんか途中現れたさ、こうなんかった、たこ焼き屋さんの。全然。たこ焼き屋さん出てきた。え、そうだ。え、たこ焼き屋さんでバイトしてたよね、みんな。え、そうなんですか。え、そうだよ、多分。いや、私あのストーリーとかまでやつ全然覚えてない。うん、でも懐かしい。プリキュアってたこ焼き屋さんだった。そうだよ、たこ焼きもありだな。え、今日、うん、夜ご飯。でも夜ご飯たこ焼きってなかなかなくないですか。確かに昼だね、大体。うん、おやつ。え、おやつ、おやつで食べることはないかも。え、うん、マヨネーズかける、かけるよ、絶対。うまい、おなかすいて、ね、おなかすいてる。でもまだ涙は出ないぐらい。じゃあまだ頑張れる。好きすぎたら涙が出てくる。ウケる。カノンちゃんみたい。たこ焼きとご飯一緒に食べれる？え、絶対に食べれないけど。え、食べれないよね。え、違う。だよね。だって粉もん。うん。たこ焼きとお好み焼きは？一緒に食べれるか？間違えた。ご飯とお好み焼き。ダメダメダメ。そうだよね、うん、よかった。カノンちゃん泣いちゃう、うん、でもお腹空いて泣いたこと一回しかない。一回あるんや。
ST 入ってなんか好きすぎて一回泣いた。なんでなの。なんか、うん、成人式、うん、うんうんうん、朝2時とかに起きて、うん、でずっと着付けして、うん、6時とかに式があって、うん、で終わって、でもうその時点でお腹がペコペコで、うん、でお昼ご飯やっと食べれるかなって思ったら、うん、だからその時インバウンド公演って覚えてますか。あ、うん、その時になんか大声ダイヤモンドとか、 なんか中国語でやらないといけなくって、うんうん、それの練習をしなさいっていう言われてでお腹が空きましたっていうのと、うん、抗議したけど、うん、結局練習しないといけないから、食べれなくって、うん、で夕方4時とか5時になった瞬間に涙が出てきて、うん、でご飯が食べたいかわいそう泣いた思い出がある。おもろね。え、だってそれそうだよね、12時間以上食べてなかったってことでしょ。ずっと食べてなくて、それはやばい。お腹空きすぎてない、うん、おもろそんなこともありました私それ出てない、インバウンド。え、そうなんですか。そう、船で神戸だったやつよね。え、場所神戸だったかな。え、違うっけ。コロナ禍ギリギリぐらいの時ね。え、そうそう、コロナ禍マジでもう直前ぐらいの時、うんうん、なんかの仕事で多分出てなかった気がする。あれ大変そうだった、みんなマジで大変だったね。あれさ、本当に中国の方とかが聞いたらさ、うん、ちゃんと聞こえるんかな、その。え、でも、うん、なんかこれ言ったことないんですけど、なんか中国の方がいらっしゃって、うん、で歌ってった時に、うん、口元見て、うん、って顔されて私たちの発音は多分間違ってるんだなってちょっと思いながら、うん、なんか本当こんな顔だって、で見てたの。だからおもろい。だって私たちもさ、海外の方が日本語で歌ってるの聞いたらさ、うん、なんか多分聞き取れない部分とかもあったりするかもしれないじゃん、うんうん、ねえ。いや難しいやつ、難しいよね、人には。うん、面白い。でも海外公演したい。でしたい、ね、アジア。アジアいいね。タイ料理食べた。タイ料理って何？ガパオとかグリーンカレーとか。ーパッタイ。パッタイ？うん。すごいびっくりするぐらいダジャレ祭りになってるコメント欄が。なんかあれ食べたいみたいな、うん、行きたいとか、うん、タイに行きたいとか顔漫画わかる。食べたい。なんかおきちゃんが最近タイ料理にハマってて、うん、え、その話した今日。え、めっちゃ勧めて、うん、もう多分いろんな人に勧めて、うん、食べた方がいいやおもろい。今日も朝コンビニで会って、うん、おすすめはこちらのガパオライスですって言われて、いけるガパオライス、ガパオライス食べようかな今日コロコロコロラーメンはどこ行ったんですか。もうラーメンじゃないな。もうラーメンじゃないんだ、うん、もう汁物じゃないかも。でも寿司食べたい寿司、うん、パクチー食べれない。まいちゃんはパクチー今売ってましたからねパクチー食べれますよ。そうだ、まいちゃん売ってたね。配信でなんか売ってたよね。おかぱくこのショーレームで私、うん、パクチー売ってました。すごい実質ね、うん、農家みたいなそうなんです。パクチーはね癖が強いから、うん、好き嫌い分かれる。少量なら食べれますけど、いっぱいはあまり苦手かな。
ご飯の話したらお腹すくけん、ご飯以外の話しよう。何がいいかな。なんだろう。喋らないとお腹の音が聞こえる、ね、私も思った今、音鳴ったわって。やばい、私舞ちゃんも鳴ってるわと思った。あ、そう、私たちはポケモン GO 仲間。ポケモン GO 仲間嬉しいです。なんかアンピーとかももちゃんとかと友達になってフレンドになって、であのポケモン GO ってギフトを送れるんですよ。でギフト送り合って、で仲良し度を高めていったらいいことがあるんですけど、でもギフトを相手が開けてくれないと次のギフトを送れないんですよ、次の日に。で大体あの開けてくれないのみんな。もうあんまり開かないからポケモン GO。 でもまいちゃんはもう毎日絶対開けてくれるし送ってくれるから、いい感じにどん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 仲良し度が上がっていってて嬉しい。そう、最近はログインしてます、ね、本当に嬉しい。今日ももちゃんから、あの、ちょうさん、あの、フレンドになるときにギフト開いてねって言ったの。あ、預かけてたの。でも、あの、携帯の、あの、データが飛んだらしくて、で、ポケモン GO 開けなくなっちゃって、ギフトも開けません。ごめんなさいって言われて、かわいそう。パスワード変えてさ、パスワード忘れたらしいよ。パスワード変えたから。うん、そんなことってある。面白い。レベルいくつか、何だったっけ。26だよ。覚えてるんですか、私のレベル。覚えてるよ。なんか始めたての頃、千穂ちゃんが、私のレベル見てすごいとか言ってたのに、なんか何日か経ったら、うん、私よりも全然上のレベルいってて、なんだこりゃ。すごい、もう短時間で上げてきた。そう、ハマったらとことんハマる派なので。すごい。そう、マジでもうちょっと何か補給します、うん、私は。私もなんか食べたい。なんかなんだっけ、はい、嬉しい。私もあるよ、なんか。え、嬉しい。いただきます。前から差し入れ、差し入れ、差し入れでグミをいただきました。グミ、いただきます。何グミでしょう。うまー、うますぎる。まあ、じゃあ人間あるある言っていこう。人間あるある。うん、もう思い浮かんだ私。先にどうどんなんか、どんなんが来るか分かんない。お腹空いてる時にこういうグミとかほんのちょっと食べたらもっとお腹すく。ダメじゃないですか。ダメじゃん、これ人間あるあるなんだ。うん、人間あるあるむず。なんだろう、人間あるある。わかる、確かにそれはわかるかも。刺激されるんですよね。うん、なずにあるある。うん、なんでもいいんだよ。くしゃみが出るかもと思って準備した時によ、日に限ってくしゃみ出ない。
あるあるある。はい、鼻が詰まっていて、うん、であの点鼻薬、うん、しようとここまで持ってったら鼻が通る、うん、あるある。鼻って字があるんですよ。え、そうなの？そう、聞きたい、またその話。それだけです。あ、そう、そういうこと。自分を持ってる、ちゃんと。私点鼻薬使ったことないかも。え、鼻が詰まらないんですか？え、使ったことあるかもしれないけど本当に数回だし覚えてないし、詰まるけどなんかそこに行くまでの怠らない。どういうことだ。そう、もっとあるある言いたい。あるある、え、この歌知ってる？なんかあるある、言いたい言いたい、あるあるみたいな歌。全然わかんない。初めて聞いた。多分お笑い芸人さんのなんか、そう、あるある、あ、RG さん、うん、みんなが、うん、みんな知ってる。RG ってあのフォーみたいな人。ああ、あの黒い服着たい。あ、そうそうそう、レーザーラモンさん。ああ、あの、うん、テカテカの服。あ、そうそうそう、メガネのサングラス、レザーの服。あ、うんうんうん。ええ、それは、思った、それは HG さん。の相方なんだ。の相方の方。へえ。すいませんでした。すいませんでした。面白い。フォーしない方か。今何考えてる？ね、今あるある考えてる？もう考えてない。もう考えてなかった。考える。うん、あと1個お互い発表して、うん、このトークテーマは終わろうと思います。早い。早く終わる。え、すごい、 RG さんはココアと仲良し。どういうこと？そうなんだ。なんで？面白い。そうなの。うん、とっておきのあるある披露したい。なんじゃ。うん。瀬戸チャレでよく共演してるだって。え、よく？よく。うん。何回も瀬戸チャレ来てるものだって。私も仲良くなりたい。よく瀬戸チャレ出てるイメージある。そんなことない？ここは？いや。私？千穂ちゃんも。私全然出てないよ。嘘。なんか、マイカプラスみたいな感じじゃないですか。うん、その中でも、うん、なんかイメージある。そんなことない。あ、でも、新しいジャージになって、うん、2回出た。おぉ。でも、1回は、あの、アイスボックスの、ああ、サウナのやつだったから、コーナーみたいな感じだったけど。もっと出たい。瀬戸チャレ、常連になりたい。瀬戸チャレは、うん、出るんじゃなくてカメラ側の方にいたい。うん、確かに。おもろいから確かに、うん、カメラ側の方にいたい。うん、え、本当に面白いよね。面白い。てかなんかもうお笑い芸人さんが本当に面白すぎてすごいよね。うん、なんか、うん、自分たちもロケするじゃないですか。うん、でも普通に撮るじゃないですか。うん、でも、その瀬戸チャレのロケの時は、うん、マジでカメラマンさんもその進める人も、うん、大爆笑しながらロケするから、本当に面白くって、うん、すごいんだなって。うん、本当にすごい。笑いすごい、ね、もっと出たい。お願いします。ここで何でもお願い、ここですればいいと思ってるから今すでも。そう、私瀬戸チェレの第1回に出てるんだよ。え、それってマジの第1回ですか？ガチの第1回。みちゅと宮島で。宮島？うん、山登った。しんどそう。
うん、しんどかった、マジでしんどかったけど楽しかった。その時はアナウンサーさんもいた、女性の。その最初そうだったよね。え、笑い芸人さんとアナウンサーさんとメンバー2人だった。そうだったかも覚えてないだろえ、でも瀬戸内の声の衣装だった。その時まえちゃんいる？いや、瀬戸内の声の衣装はいないけど、うん、もうなんか前に出た時にいた気が、いや、わかんない、わかんない記憶が、ね、懐かしい。そう考えたら長寿番組だね。確かに、うん、え、すごい、かまいたちさんも出てましたもんね。だってすごい、すごい、いいな。かまいたちさんまた来て、いけちゃんとロケしてほしい。ハワイさん前になんか言ってましたよね、うん、ベニュー、あーの時に、ね、STU っていけちゃんがいるグループだよねって言われた。いけちゃんいないのって、うん、今日はいないんです。面白い。ね、お腹空いた。次私のものあげる。何？何があるだろう。嬉しい。あんまり理解してない自分の今日の。あ！あ！あ、これ言った。こちら。聞こえますか？ちょっと聞かせたい。あ、これ見て、今日の T シャツ着て帰った。本当だ。てかここ今膝と膝で支えてるんですけど、いいね、ちょっとスリルあるけど。じゃーん、これは1週間前ぐらいの現場でもらったやつ。じゃあずっと持ち歩いてたな。そう、移動距離が半端ないパイ飲みでーす。そうです、いただきます。うん、私のパイ飲みの食べ方伝授すればよかった。何気になる。何？でもキモいって言われるかもしれないからやめとけよ。開けるってこと？なんか口の中で分解していくんですよ、パイの身を。どういうこと？なんかこう層になってて、うん、中にチョコが入ってるんですよ、うん、そのチョコだけを綺麗にこう頑張って外すんですよ、うん、へえ。楽しいからやってほしい。あ、でも共感してる人いるよ。あるある？え、あるあるらしい。え、ないないでしょ。でも私も最近ね、カムカムレモンの食べ方を配信で伝授したんだけど、なんかさ、そのカムカムレモンってさ、薄いコーティングがあるじゃん、うん、あれを口の中で前歯と前歯でこうカチ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 って一周剥いて、あれ剥くんだ。剥いてまずそれだけを噛んで楽しむの、うん、でそしたらその後酸っぱいのが待ってるから、酸っぱいのいっぱい噛んで、あれ酸っぱいんですか、中が。え、そうだよ。え、あの周りが甘かったんですか。周りは若干酸っぱいけど、うん、全然中の方が酸っぱくって。これあるある。これはあるあるなの。これはあるあるですか。どうでしょう。すごい、これはあるあるって言ってくれてる人もいるけど、うん、じゃああれはピュレグミ、ピュレグミのを舐めてコンタクトみたいにして遊びませんでした。したことない。え、舐めるけどコンタクトみたいにしたことない。コンタクトみたいな薄さまで最大限舐めたら行くんですよ、うん、えー、でコンタクトって言って遊ぶ、うん、え、すごい。え、それはない。え、じゃあちょっと話変わるけど、うん、あのちっちゃい頃こたつの中に潜って携帯屋さんでもらった、あの昔さガラケーとかのさ、うん、
見本みたいなやつもらえたじゃん、あ携帯屋さんで無料で撮っていいよみたいな。そんなのあるんですか。いやあるんだったよ。もうこれ使わないから、あの、あ親とかの、いや違う、携帯屋さんの、 あの見本のコーナーでさ、うん、あの電気電波はついてないけど、うん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 、写真とか撮れる、撮れない、えもう全然何もできない機能もないけど、うん、カチカチだけできるみたいな、うん、のがあって、それをで OL ごっこ、こたつの中でしたことない。癖が強い。しかもなんでこたつの中で OL ごっこするこれ私結構定番だったんだけど、モックアップ、モック、モックってめっちゃ来てる、うん、モックって言うんですか、知らない、そのこたつの中で OL ごっこすることを、いや違う携帯、携帯のことかな、いやわかんない、携帯冬限定ってことですか、じゃあ、あ確かに、でも冬にしてた記憶しかない、うん、あと押し入れの中で DS、うん、あでも押し入れの中めっちゃ入ってただよね、押し入れめっちゃ入ってただよね、だよね、えじゃあちょっと似てるけど電卓で OL ごっこははしてないけど、え OL ごっこはしてないけど電卓は遊んでた、うん、えこの道通ってこない人っているのマジで、女の子で嘘信じらんない、じゃあおばあちゃん家の電話帳を見て勝手にかけるわ、うんうん、とんだ悪ガキじゃねえかないよそんなことしてたの、うん、やったことある。そう、じゃあお兄ちゃんと一緒にピンポン出しはしたことない、ピンポン出ししたことない、やばい悪だかけたの、いやなんかおばあちゃんの電話帳に110って書いてあって、うん、なんだこの番号って思ってかけてみたら、なんか男の人が出て、うん、はいみたいな、うん、で事件ですかみたいな感じだったから切ってそれも警察じゃない、折り返しかかってきてでおばあちゃん折り返しかかってきたって言ってごめんねってでもそれ保育園に通ってた時、保育園、うん、あじゃあまあまあまだしょうがないね、でもかけちゃダメってことをそれで学んだ、うん、まだ警察の人折り返しかけてくれるんですよ、へえー、もうそれはね、うん、なんかあったらいけんけんな、かける根性がすごいって、やっぱその頃から肝が座ってますよ座ってません、うん、なんだじゃあちょい悪自慢しようそういう感じの、うん、いつでもいいんですか、うん、いつでもいい、今でもいい、私はよくこれ言ってたことあるんですけど、うん、中学校の時に給食で牛乳が出るから、うん、あのミロ分かりますか、うん、あれ持ってってマイカップ持ってって先生にバレないようにミロ作って飲んでた、おもろい、毎回おもろい、ちょい悪、悪いでしょ、絶妙なちょい悪、しかも美味しい、え、そうミロ大好き、マジで美味しい、うん、ミロ、ミロってなんかココアみたいなやつ、私は塾であの冬にみかん持ってって、うん、両隣の子にあげて、うん、授業中隠れて机の下でみかんむいて食べてたえ、それは隣の子も食べてた、うん、みんなでみんなでみかん食べた、みんなでみかん食べた、かわいいみかんってところが、先生がことあの黒板書いてる間にみかん剥いてた、みかんパクパクって食べてたそう、
確かに匂いが、いや、みかんは大丈夫だよ。あとなんだろう、ちょい悪い、え、なんだろう、あんまり思い浮かばん。なんか、うん、何小学生の時に、うん、なんか習字の授業があって、うん、習字みんな終わった後筆を洗って水で干しておくんですよ、うん、みんな、うんうんうん、その筆がまたこう、うん、こう固まるんですよね、うんうんうん、それをほぐすのが好きで、うん、友達全部ほぐしてって乾いたやつを、うん、そしたらある子がすごい怒っててほぐされた、うんうん、あれほぐしちゃダメだよね多分。え、そうなんですか。え、なんかさ、パサパサになるんじゃないの。え、そうなの、わかんないけど。でもあの筆ほぐされたってもうめっちゃ怒ってて、うん、私はもう怖すぎて、うん、ごめんやったって言えなくて、うん、今でも罪悪感に浮ける小学生の時の反省してるんだ、うん、超悪気はなくてほぐしまくってたその子もほぐしたかったんじゃない。そっか、うん、先にほぐされたこと、うん、私は中学校置き勉しちゃダメで、私もだね、教科書とか全部机に置いてたらバレるから、うん、でも置いていい総合のファイルとかあるじゃん、うん、みんなが置いてる、その中に教科書めっちゃ詰めてめっちゃ分厚いファイルにして置いてた、全部置いてたバレなかったですか。バレなかった。あ、バレたけど、うん、もうみんなやってたから、うん、おー、そう、なんか回ってくるじゃん、今日チェックあるらしいよみたいな情報が、うんうん、でみんなで共有して、その時は持って帰って、うん、やってました。私も置き弁ちょっとしてたかも。しないとさ、持っていけない、持っていけない、普通に重たすぎて、うん、体育とかと被ってる時普通にやばくない、うん、6時間分のノートと教科書と体操服と、だからあのその、うん、家で勉強するやつだけ持って帰ってた、うんうんうん、それ以外置いてた。あと悪は何だろうな、何だろう悪、学生時代なんですね、悪いことする。確かに、なんか今はさ割と何してもさ、うん、自己責任、自己責任だし、そんなルールに縛られてるわけじゃないじゃん、うん、なんか置き弁しちゃダメとかメイク道具を置いて帰っちゃダメとかないし、だからじゃない、思い浮かぶの。うーん、なんだろう、最近の悪い方最近の悪い方あったかな、なんだろう、学生時代しか思い浮かばない。うん、そうだね。私学生の時身だしなみチェックが月1であったんですけど、うん、あのその時は長いスカート履いてて、うん、それ以外は、うん、なんかお姉ちゃんのお風呂履いて、うんうん、行ってて、お姉ちゃんの方が身長がちっちゃいから、うん、スカートも短くなるんですよ、うん、だからスカート短くなるやつ履いてて、うん、いいねちょっと悪い、うん、いいね、うん、確かに。逆に次いいこと言っていこういいことね、いいことか、いいこと言いましょう。わ、ありがとう、マクアラウンさん、うん、ありがとうございます。呼び出します明日。ちょっと
と呼び出し3人になりました。ありがとう、うん、ありがとう。はい、ありがとう。いいことか。いいこと。いいこと。ないわけじゃないと思うんですけどね。なんか難しいよね。うん、いやいや、自分でいいことしましたっていうのなんか変じゃないですか。うん、いいこといっぱいしてるけど。そう、いっぱい。うん。な、西尾さん、築城ありがとうございます。築城。城建てた。そう、城を建ててくれてありがとうございます。西尾さん。築城って言ってるんだ。そう、築城ありがとう。私のいいこと言います、うん、あの通学路におじいちゃんとかおばあちゃんが挨拶みたいな見回りみたいなゼッケン着てやってくれとって、うん、でおかえりとかいってらっしゃいとか言われるの、うん、でまだ家じゃないし、うん、とか思ってさ、うん、悩むじゃんちょっと、うん、でも小学校からあの最後までずっと、うん、行ってきますとかただいまって言ってた。いやいいちょっといいくない、うん、私私もそういう系だったんですよ、うん、でもなんかおかえりとか言われたら、うん、こんにちはなんかただいまって言えなくて、うんうん、え、わかる、こんにちは、うん、こんにちは、うん、今では誰にでもお疲れ様ですって言うようになってしまった。いや、わかる。もう誰にでも言っちゃう。わかる。私さ、中学校の時アクターズ行っとったけん、うん、アクターズで挨拶がなんか昼でも夜でもさ、おはようございますじゃん、うん、で、そのアクターズもそうで、うん、で、部活の先輩とすれ違った時に、うん、間違えてなんか挨拶しようと思ったんやろうけど、おはようございますって言っちゃって、うん、恥ずかしくない。でもなんかかっこよくないですか、うん、ね、それな。でもさ、恥ずかしくない、なんかぶってるみたい。いいことはあんまないね。なんてことだ、なんてこと。お腹すいた。それがすぎた。ね。お腹すいた。うん。ありがとう。食べる夜ご飯。楽しみ、夜ご飯ね、食べようか。お腹が鳴らなくなったじゃないですか、うん、今これあの蓄えてる脂肪を使い始めたんですよ。エネルギーとして。そうなんだ。もう諦めたんですよ、体は。声を上げることを、もう何ももらえないから声を上げるのやめて、うん、自分が持ってるものを使い始めた、うん、なんか切ないね。そう、ごめんね。ごめんね、栄養をあげられなくてごめんね。あともうちょっとの辛抱だから待っててね。おもろ。ほんまにそうだよ。
こんな時間からでも食べるん。何言ってるんだ。時間は関係ないだ。本当にその精神で食べております。だって夜に何も食べてないんだから、まだ夜ご飯食べなきゃ死んじゃうよ。お腹空いてたら眠れなくないですか。わかる、起きちゃうもん、うんうん、エネルギーがないと寝れないから、うん、本当に、うん、寝るのも体力いるから。そうだよ、寝るのが一番体力消費するんだから。たくさんお食べ。はい、何食べるの今。濃厚なのはガパオライス。選ばれたのはガパオライス。そう、オキチルドレン。オキチルドレンになったんだ。期間限定。期間限定な。ガパオを食べてる間は。やばいね、本当に叫びたいぐらいお腹空いとる。叫んでほしい、ちょっと。ほんまにお腹空いた。もう一個ちょうだい。どうぞ。ありがとう。全部お食べ。ママ。めっちゃ美味しくないですか？めっちゃ美味しい。感動してる。うまっ。えっ、お腹すいた、ほんまに。なんかそう思ったらやばい。ご飯食べまよう。うん、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。お腹がすいたので、うん、このグミが口からなくなったら、なかなかなくなりになじゅずだと。いっぱい噛みますよね。でも今いっぱい噛んでる最中。すごい咀嚼だ。築城？築城された？あ、ミッキーさん、うん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。白、白呼び出します。明日、あ、白タワー当ててくれた人を呼び出してるの。そう、裏に、あ、校舎裏に。対話、対話。あ、築城された。ナルドさん、築城ありがとうございます。私も呼び出そうかな。私、城の裏に。城の裏に、城裏に。築城ありがとう。じゃあこれが反映されたらランキングを読みます。ありがとう。わあ、すごいのもらった。わ、かわいい、キラ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 。ありがとう、天使だ。三浦っちさん、ありがとう。お腹鳴った。グー、三浦っち、ありがとう。呼び出します。明日呼び出します。三浦っちさん、ありがとう。天使、すごい、いっぱい。シルバーウィーク今日までかな。あ、そっか。え、あ、そっか、今日月曜日か。今日祝日だったのね、3連休最後の日ね。そんな感じしない。
ね、明日からもお仕事頑張ろうね。うん、うん、頑張ろう。そう、明日クックパッドなので、え、料理、そう、料理するの。え、どこでするんですか。大阪。え、行きたい。え、マジ来てほしい。食事に行きたい。え、本当に来てほしい。本当に来てほしい。いいな。そう、まいちゃんの手料理食べたい。あるわ、まいちゃんの手料理今。そうですよ。やばい、こんな贅沢なことある。見せたい、まいちゃんの手料理みんなに。ちほちゃん、じゃん、ニッパー、横澤ニッパー。嬉しい。メンバーでさ、横澤ニッパーさんのさ、名前知ってる人って本当に、まいちゃんぐらいじゃないってぐらい。しかもさ、ニッパーさんまで分かるならまだしも、名字も分かるのがすごい。いや、でも昨日まで石田ニッパーだと思ってて。そう。そうなの。コメント欄で横澤だよって来て。そう。横澤なんですよ。横澤ニッパー。うん。適当に考えた、名字。あれ適当だった。そう。名字は適当。あとこっちもちいかわ、ちいかわりっちん。ということで、じゃあランキングを読みたいと思います。20位たかぼんさん、19位ジムジムさん、18位ふうくろさん、17位ゆりやピースさん、16位ギギさん、15位もや太郎さん、14位ぬるディンさん、13位ととみちさん、12位宮川和幸さん、11位ゆずきちさん、10位えだっちさん、9位よいだませげんきさん、8位ちょうちゃん大好きなコーラさん、7位クリアティーネさん、ラッキーセブン、6位のぞみ4号さん、5位つりけんさん、4位パフィンさん、3位陽一さん、スリースリー、2位なるのさん、ツーツー、そしてそして第1位はぴょろひょん、西尾さんです。イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエーイ、ありがとう。築城も西尾さんとナルドさん、ありがとうございました。また読む、読む。ケンジさん、おいでまし元気さん、福太郎さん、吉間コーパセリさん、ザフさん、ミッキーさん、ミューラッチさん、マクロンさん、元町さん、姉友さん、きなぺこさん、くまねパパさん、みずきちさん、ありがとうございます。明日呼び出しするよ。ありがとう、ありがとう。じゃあスクショタイムして終わります。いいな、私もスクショタイムしよう。そうだ、今日はハーフツインでした。じゃあ、ででーん、きらーん、うん、よし、ちょっと荷物が映った。ファングミュージックレーサー、レーサーみんな。それでは、ありがとうございました。いっぱいなんか食べます。おやすみ、バイバイ、おやすみなさい。フェスもありがとうね。